動かさないでください。口に出して字を書く癖があるから。やだ、もう。本当ですか？それはダメです。でもそんなことを頼むわけには。じゃあ、お願いします。シルビアーナ様が保管して運搬船が来た時にまとめて送ると聞いてます。ドクター、どうされました？そういえば説明してませんでしたね。この客間は普段私が使ってますので。人の匂いがしませんでした。
結構ですが。ドクターはこのお屋敷を回ってみてどう思われましたか？何か気がついたことは？これは旦那様専用なのです。旦那様は足がお悪くて。エレベーターの鍵は旦那様しか持ってないのです。気づきになりましたか？あくまで家庭の話ですが。はい。では私は仕事を続けますので。いました。はい。お掃除の続きを。ありがとうございます。一緒にしてね。じゃあ。ナスターシャさんとルシアさんはテーブルクロスの用意を。サリーさんは食器の用意をお願いします。
うん、あ、失礼いたしました。新任のお医者様ですね。私、ハイネと申します。私たちは使用人と同じで、主に雑用を任せられております。ドクターのお世話をすることはできませんが、何か気にかかることがありましたらおっしゃってくださいませ。はい、よろしくお願いいたします。それでは、私は仕事の方に戻らさせていただきます。失礼。あら、あなたが新しいドクター？私はナスターシャよ。面倒事は嫌だから、あんまり問題を起こさないでね。よろしくお願いするわ。ですわ。私、ルシアと申します。新任のドクター様ですね。よろしくお願いいたしますわ。どうかなさいましたか？新入りですね。私、サリっていうの、よろしくね。うん、よろしくね。ワインに氷を入れるのは邪道と思われるだろうがね。搾りたての原酒ならむしろ鮮烈さが際立つこともある。そうだ、聞き忘れていたが、ドクターの宗教は何かね？すると、君は共産主義者なのか。そうか、そうだろうな。
お目覚めですか？クリスです。朝食をお持ちしました。おはようございます。よくお休みになれましたか？まだ信じてらしたのですか？この部屋にはカメラも盗聴器もありませんよ。申し訳ありません。ドクターを試すような真似をして。おかげであなたのお人柄がよくわかりました。深夜に男性の部屋を訪ねるわけですから。でもそれほど心配することもなかったみたいですね。言わないとトラブルの元となりますので。そうですが、困りましたわ。そんな誤解が広まってるなんて。私も日本人のことが少し分かってきました。危機的状況に慣れていませんね。過剰に反応しながらもどこか素直に相手のことを信用してしまう。まるで子供みたいです。なんかとても可愛いです。でもそれだと生き残れませんよ。確実に死にます。どれほど平穏に見えてもこの島が異常な空間であることに変わりはありませんから。朝食の用意をいたします。それから今日は旦那様の健康診断をお願いしたいのですが。定期的なものですので、これまでのカルテが保管されているはずですが。用意が済みましたら3階の旦那様のお部屋までお越しください。